チャラセは泳がした方がいいですか、引いた方がいいですかっていうような質問を受けることがよくあります。チャラセっていうのはね、水深がないものですから、どちらで釣ることもできるんですけども、どちらかといえば鳥が元気な時には泳がせも効くんですけども、水深がは浅いんですけども流れは結構あるもんですからね、あんまり元気のないおとりを無理に泳がせようとすると根がかりがすごく多くなってしまうポイントでもあるもんですからね、僕の場合はどっちかといえば引きずりで釣ることが多いですね。泳がせる場合でも、釣れたてのおとりを一流し二流しするときには泳がせてやることもあるんですけども、少し時間が経過したおとりであれば竿を若干寝かせ気味にした、まあ、今みたいな釣り方ですねにした方が広範囲を早く動かせますし、根掛かりとかもさせにくくなるものですからね。